E 皆さん、こんにちはこんんばははいこんばんは,、はい、こんばんは遅くなりました今日もやっていきましょうえー、さっきねあのー、熊本の平田さんにね催促されちゃいましたけど今日まだですかっつってね11時過ぎましたねすいませんえー、ドル円は案の定下げましたかね 四時間足で下げましたね。うん。ちょっと、えっと、120移動平均線で反発しましたね、ここね。これ75。200ですね。今のヘッジファンドはこの3つ使ってますね。うん。 ちょっと下げてますねうーん <laughs> 加減が問題ですね加減がここなのかここなのかまあ、ここついたのかな まあついてないって感じだったらもう結構ここに来てから上がるとまあついたよってことであればまあこのまま上がってっちゃいますねうんで上限なんですけど前回ここねうんここに上がってるよね こうやって上がってるんで。まあ、こう曲がってると。まあ、これはいいかもしれないね。うん。とか上が、上がりますね。ここからロングですね。で。まあ、これまでいくかもしれないね。うん。で、下がってきて。 こんな感じですかね <coughs>。うん。まあ、あとテーパリングが残ってるんですよね。アメリカのね。アメリカの金利上昇が残ってるので、上、上行っちゃいますね、これね。上行っちゃいますね。もう少しもしもじして、来年になってから、やっぱりここ,ここまで行っちゃうんでしょうね。うん、これと同じだね。 うん、ここですね。なので、まあ、ロングですね。目線ロング。今からやるんだったら、ちょうど、ん、いいんじゃないですかここでロング入れればね。僕も入れときますかね。うん。俳い1個入れときましたからね。 うんまた下がってきちゃうかもしれないけどね。まあ、こんぐらいですね。まあ、本当はこの辺でロングでいたかったですけど、まあ、まあ、しょうがないですね。ちょっと他の仕事出せましたからね。はい。あとは、 あ今日日経は125円マイナスですね。ニューヨークダウンは40、もみ合いですね。うん。ナスダックはもうお高い更新と。バカのようにね。うん。千葉で女性さされる。怖っ。 成田、怖っ今日はなんか東京の方であの住宅街のねあの道路が陥没するっていう事件がありましたけれど <laughs> 怖いよねまたあのねうんまあ隣工事やってたからねマンション工事がなんかあの深い深い穴掘ってましたから まあ壁が崩れたっていうだけなんだと思いますけどね。うん、いい加げに大阪でもありましたもんね。オリンピック前ぐらいにね。多いですね。うん まあ航空会社とかは赤字は仕方ないよねこれねまあしばらく赤字は仕方ないですねこれねまあ社員のね人も山田電機とかねいろいろ行って頑張ってるもんねうーんごめん仮想通貨見てみようか ああ上がってきたね。上がってきた。上がってきた。ビットコイン。いや不、不死鳥ですね、これね。こんな一気に爆上げする金融商品なんかなかったもんね。金融商品じゃないんだけどね。インチキ商品なんだけど、まあ、今んところ安定して売り買いができるからさ。今日ちょっとネット環境悪いっすね。まあ、こういう時にね。<laughs> YouTube ライブやってるとすぐにまああのまあこうやってねダメになっちゃうんですけどまあこれはあのパソコンの内部で録画してるものなんでね関係ないですからねネットにつながっているとかはね時価総額310兆円になってますね <laughs> ビットコインが725万ですね 強いですね。725万。まあ一時ね、760万いってましたからね。うん。サリアムが、五っ、一1万。51万ですね。50万円。<laughs> 51万円堂々と超えてきましたね。で、体の枝は、進化なしと226円。うん、空はすごいですね。 リップルも進化なしと126円。どっちかといえば、まあ、これ、高望みだよね、これね。まあ、これも、リップル決済しないと、怒ってきちゃうよ、これ。<laughs> ポルカード、<coughs> <coughs> ポルカードと5百8 2個、6000いくね。ああ、ポルカード <coughs> <coughs>、大きいのと、柴犬はちょっとどうかなー。同時コイン3一円きたね。 1> うんまあ、1位70円あったからねまあでも1位だってこんなの同時コインなんて、まあ、0.2円とかね当たり前の世界だから0.1円とかさ0.1だったらこれ310倍ですよね、まあ、大したことない,ないんだけどね草コインの世界で310倍なんて大したことないんですけどねは <laughs> まあ普通の記念書になったらびっくりしたよね。310倍ってなんだそれやって。ね十10倍だってすごいよね。うん <coughs>。すいません。まあトロンとかダメですね。シータもダメ。シータなんか890になちょっちゃったね <coughs>。ファイルもダメ、ファクトもダメ。 うん。ダメなら多いね、やっぱね。うんん。良さもダメですね。パンケーキスアップもダメか。草間、あ、草間でも5万いってるね。うん。あー、地率上がってきたね、これ55円ね。 ビットトレント動かずですね0.47。うん。あ、エンジンコインは買うべきだし、フォーローも買うべきですね。うん。ダッシュ。まあ、匿名通貨だよ、これね。眠がぼちぼちかな。うーん。ツシスワンプダメですね。 うんオーディー、オーがいいかもしれないね。はあ、うーん。こうなんなところかな。何見てもしょうがないけどね。こうなん二2190倍とかあるけど、時価総額が低いんですよね、こういうのね。 実際には売れないんですよね。値段が上がってもね。うん。そういうの多いですからね。まあ、気をつけないといけないですよ。この世界は。うん裏。裏口が多いですからね。うん。やったやったー。なんてね、言っててもしょうがないですからね。ん <laughs> イカゲームの仮想通貨だっ,ったんだね。 あうんコインマーケットキャップスキット33万円まであっそうそうだったんだ <laughs> <laughs> 開発者がこのコインをすべて現金に交換して価格を下げるというラグプール詐欺を犯したとひどいねこれっていうかまあまあこれがほとんどですけどねうんこれがほとんどですけどうん投資家ヒロピーうん 何かわか,かりませんねちょっとねはい <laughs> <laughs> そうだねまあ基本的にイーサリアム持ってた方がいいんじゃないですかね イーサリアムがビットコイン超えるかもしれないですね、うん。イーサリアムがビットコイン超えるんじゃないかな。うん、いつ超えるかな。まあ、1000万円ぐらいでふらふらするんじゃないかな、これ。1000万円ぐらいでふら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 して。発行枚数はちょっとやっぱり、人気遠いけど。<laughs> イーサリア僕一桁多いですけども100万はいくよねこれねだから100万円はいくんですようん半分ぐらいか500万まああと十分倍になるんじゃないですかね500万はなるんじゃないですかねうん 100万円いけば、時価総額が同じくらいになるよってことですね。うん、まあ、500万はいくんじゃないかな。イいサリアは。あとは体のやつだ。うん。まあ、これかな。持っててちょっと楽しむって感じかな。今、今となったらこんな感じですね。まさかこうなると思わなかったね。まさか。<laughs> ここまで保守的になるとは思わなかったですね。まさかの仮想通貨がね。ー <laughs> 上ですね。まあ、ちょこっとだけですけどね。ちょこっとだけですけど <laughs> まあ、あのー、まあ、FX で簡単で、レンジを組んで、レンジを組むから、 レンジ組んだらこっちの方だからね。まあこの中で上下上下って、ね。上行ったらこれ下だからね。ある程上に行ったら下向くから。あした S 入れようと <laughs> で。ある程度下行ったら今度上向くから。ね、ちょうどまあこういうとこじゃなくても途中で向いちゃうから。そしたらこの決済して今度ロング入れようと。ちょっと過ぎてもいいしね。手前でもいいから。 まあ素,直素直に、まあ、逆張りですよね。上行ったら下だからね。上行ったら下だから、下行ったら上だからね。で、このレンジない取引っていうのは、あの、安全だからね。で、やってて、で、ちょっと抜けてずっと行くようであれば、まあ、検査しないでそのまま持ってると。下もね、ずっと行くようであれば、検査しないで、そのまま持ってればいいから。で、終わり。で、もちろん、まあ、この間ね、 まあ仕事でできないのであれば、まあここら辺で、まあここ、ここ,こ,こに行ったらロング入るとか、まあここちょっとレンジボックスだね、こう、まあ、30ピプスぐらいしたとかね、まあこ <laughs> 50ピプスでもいいけどね、まあここに、ショートとかね、まあだからこういうちょっとはぐれて、まあちょっとイレギュラーなやつを吸収しないようにね、 だいぶ下の方に書を取っていっておけば、例えばこんな感じでね、この辺は、えっと、オリンピックとかパラリンピックの、え、長い長いレンジボックスでしたけれども、ね、例えばこの辺ね、ここが最い値だったかな、もうちょっと50ピクトこの辺にして、え、これでね、バッテンで、 うん、この辺ですね。<laughs> これこれに来たら、まあ、この辺でこう作るかもしれなかったからねまあ実際ね、ここからこう来たわけだけどもで、L 入れるとまあ下がってきちゃったけどまあこれでねマイナスになってもいいわけですよこうなってもまた、あ、こういくからねうんほ、うんなこれで、ね、今ここで安定してるでしょうでやっぱりプラスなんですよね <laughs> うん、350ピプスだからね。だから、から10万通貨で取ればれば、35万ですね。10万通貨でね、1ドット10万通貨でね、10万通貨入れるには、まあ、2万、2、3万、最低2万円あればいいですからね。まあ、最低1万4000円あればいいんだけど、まあ、2、3万あればいいですからね、10万通貨だったらね。はい。 これがなくなるわけじゃないですね。2、3万がね、なくなるわけじゃないから。ただ、35万。2>, <coughs> 2万が、まあ、37万になってるわけですよね。まあ、もちろん20万入れてたら、1桁トイレをすから、370万ですよね。あっという間ですよ。だから、あっという間なんですよ。20万、二十万円だから100万通過ですよね。 370万。うん。<laughs> 結構だから、まあ、簡単では簡単、レンジブレイクやからね。で、これのレンジの中、まあこれ難しいですけどね、ここ、ここだから、次もここかなと思ったら、ぐぐんとここまで行って、あ,あ、レンジブレイクしたのかなと思ったら上がってくるからね。で、ここか、上は一緒だなと思って、まあこれ、あ、上かなと思ったら下行ったりね。 ここで切ってロングで行っちゃう人多いけど、あっと思ったけど、まあ様子見てれば怖がってくるから。あ、よかった。<laughs> ね、またここで切ってね、また様子見て、あ、ここで折り返したか、もうい回ロング入れるって、これでも OK ですからね、うん。で、ここでロング入れば、ここでロング入るよりも、もっと大きいからね。ここでロング入れば、 まあ、プラス、プラス250ピプスぐらいになってるから、だから350、だから500、600ピプスですよね。ん六百か、本んに。あ、じゃあ150ですね。ん 3、4、5、6。大 <laughs> きいですからね、この部分入ってるからね。だから、あの、ま、あいろいろね、FX っていうのは、基本レンジか、上か下の、どれかですから。<laughs> で、ま、あこういうとこっていうのは、ま、あちょっとやんないわけですね。 あのこの辺でロングに入れると一旦下がるからね。ここでやられちゃうんですよね。で、ショートかって言うとまた上来るから。レンジブレイクした時に入んないとね。下でもいいですからね。でこれ、プルバックがあるから、これやられちゃうんですよね。で、プルバック終わってからまた入るってことになるけど、プルバックない時もあるから。スーッと落ちた時もあるから。難しいので、基本はレンジ見つけたらラッキーってことですね。まずはレンジを見つける。 今レンジですよね、完全にね。で、上ですよね。まあ、それさえ遅いとけばいいですね。はい。まあ、ということでね、あの、まあ、レンジの場合は、まあ、仕事してる人はもう、予約注文ですね。ここら辺まで行ったら、決済ですね。そして、今度は、まあ、行っちゃうかもしれないけど、また帰ってきてね、ここら辺からショートとかね。まあ、細かく、こう、 あの理学していって、まあ、この中でね、理学とかあの、注文とかね、予約注文とか入れていって、で、まあ、その後、ねレンジブレイクするのは、えー、レンジの後にですね、こうやって新しく入れていくと、注文入れていくということですね。だから、まああの、家にずっといる人はね、まあ、ここから S 入れてね、ずっとずずとやつたら、ああっつって。 実際にはここからここまでも儲かるわけですけどね。うん。仕事行った人はまあ儲からないってことですね。ここからいるしかないからね。まあ、ただまあ、いつかは儲かりますからね。まあ、こっちの方が安全ですからね。うん、まあ、仮想、<coughs> 仮想通貨も一緒ですけど、仮想通貨はまあ、あのー、これチャート分析っていうよりはですね、まあ、どれが上がるのっていうのを見つけてですね、 ファンダメンタルで一気に一回ずーって言っちゃった方がいいですね。もうね。これだと思ったら爆買いしてね。まあ僕は、うん、柴犬が怪しいですね。上がりそうですね。0.007円ですからね、これ。うん、怪しい <laughs>、うん。怪しいですけどね、かなりね。うん、はい。 それではね、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。またね、明日やりたいと思いますし、まあ近いおじ、近いうちにね、また YouTube ライブやりたいと思いますから、皆さんね、楽しみにしてください。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。